仙台市地下鉄。仙台市地下鉄は仙台市交通局高速電車部が運営する地下鉄である。泉中央駅と富沢駅を結ぶ南北線と八木山動物公園駅と荒井駅を結ぶ東西線の2路線がある。シンボルカラーは根性色としている。仙台市交通局は以前仙台市営地下鉄と案内していたが2007年平成19年頃から 仙台市地下鉄に変更され、ペデストリアンデッキの案内板や切符売り場、車内放送もすべて仙台市地下鉄に統一されている。これは福岡市交通局と同様であるが、JR 東日本による乗り換え案内、北仙台駅、仙台駅、青葉通駅、長町駅では、2015年7月現在、旧称の仙台市営地下鉄線のままである。 いずれも4両編成で運行されているが、各駅のホームは、南北線では2両、東西線では1両の追加ができる長さ、有効長を持つ。大人普通旅客運賃、小2半額、10円未満切り上げ。大記録完成。2015年、平成27年12月6日現在。運賃、所要時間については、公式サイトも参照。通常の乗車券。 切符ののほか、以下の乗車券がある。仙台市において地下鉄が検討され始めたのは1960年代からである。日本各地の都市部では昭和30年代以降に人口の増大と市街地の拡大が進んだ。仙台も同様で、それに伴って交通渋滞が顕在化したのもこの頃だった。当時の仙台市には路面電車の仙台市電があったが、 道路交通事情の悪化で、自動車が市電の軌道内に侵入することが頻発するになった。これはもともと禁止されていたことだったが、1966年、昭和41年に認められるようになり、これによって市電の定時運行はより困難なものとなった。路線バスも含めて、後の仙台市交通計画委員会の報告書は、こうした状況を都市機能の麻痺と表現している。 仙台市において都市計画道路が計画されたのもこの頃である。こうした事情を背景に、1963年、昭和38年に設置された仙台市交通対策委員会は地下鉄を考えるようになり、1967年、昭和42年に路面交通の代替として地下鉄を検討すべきであると報告し、また当時の仙台市長、島野武氏は、 1969年、昭和44年に設置された仙台市交通計画委員会に対して将来を見据えた交通体系として大量高速輸送機関の整備を諮問した。仙台市交通計画委員会では地下鉄案が有力視されたほか地下鉄への支電や国鉄貨物列車の乗り入れ宮城県北部の古川市、現在の大崎市までの鉄道路線建設、さらには モノレール案も出された。仙台市交通計画委員会は検討を重ね、1972年、昭和57年に全7路線、総延長 45.5km に及ぶ地下鉄網を1985年、昭和60年を目標に整備すべきでいるという報告を提出した。この地下鉄網計画では、以下のような路線が想定された。北仙台線及び、 長町線は、現在の仙台市地下鉄南北線の八乙女、長町南に相当するが、大原駅付近から、当時の国道4号、現在の宮城県道22号仙台線線を北上する想定であった。また、北、仙台線の七北田、八乙女に、七北田線が接続して、北方向に、河原山、大、原に、鶴ヶ谷線が接続して、 東方向に、鍋田、長町南に、名取線及び、モニワ線が接続して、富沢から南及び西方向に分かれる計画である。さらに、仙台駅では仙石線を西に延長するように、川内線が接続し、北部の郊外ニュータウン同士を横方向に繋ぐ計画だった。これらの中でも、北、仙台線と長町線が早期に建設されるべき路線であるとされた。 他方、既存の潜石線が大量高速輸送機関の一つとして位置づけられ、二重投資を避けるために仙台駅から東方向への地下鉄は計画されず、潜石線を高度利用化する方針が示された。この報告は車両などにも言及している。15メートル急車両2両で1編成を構成し、近く間においては、だが挙げられた。また、 この報告ではバスに加えて、資源も地下鉄に対する二次交通にくらい付けられていた。しかし、仙台市は1973年、昭和48年に、地下鉄を今後の市内における主要交通と位置づける一方で、資源の廃止を決定し、1976年、昭和51年3月末に、これを廃止する。仙台市の地下鉄傾斜。 第一回総合都市交通体系調査を実施し、翌1973年度、昭和48年度から1974年度、昭和49年度にかけて、都市圏レベルでの総合都市交通計画を策定した。この計画における公共交通機関計画では、大量高速輸送機関、マスラピッドランジット、MRT についても言及し、1980年、 昭和55年には南北線、1990年、昭和65年には南北線、東西線、さらに将来的には南北線、東西線、環状線のマスラピットランジット網を整備すべきと提案した。また、あとの1982年度、昭和57年度に、宮城県は第二回線、南西線、北西線、2005年、昭和80年には、 南北線、東西線、南西線、北西線南小泉方向環状方向のマスラピットトランジット網を整備すべきと提案した。1972年、昭和47年の仙台市交通計画委員会の報告を受けて、仙台市は仙台市高速鉄道建設準備事務局を立ち上げ、地下鉄の建設に本腰で取り組むことになった。しかし、 地下鉄の建設には多額の費用が必要であり、また経路の選定や需要の算定といった課題もあり、宮城県や関係官庁との調整に多くの時間を必要とした。その中でも一番の問題が仙台市の人口だった。当時、運輸省は地下鉄の建設の条件として人口100万人以上の政令指定都市を基準に考えていた。当時の仙台市、 の人口はこれに遠く及ばなかった。それでも仙台市は鉄道網が未整備であることや悪化した道路交通の根本的解決が難しいことを理由に地下鉄の実現を国に働きかけた。1975年昭和50年運輸省仙台陸運局の仙台地方陸上交通審議会において泉市現在の仙台市泉区七北田周辺から 仙台駅付近を経て、長町周辺に至る地下方式の高速鉄道の整備を急ぐべであるという、答申が行われた。これは、事実上、国レベルの認知を意味した。この答申を受けて、仙台市は、宮城県や泉市と調整を行い、富沢から七北田までの区間を先に開通させ、その後に、北側へ路線を伸ばすことを、泉市に内訳して、了承を得た。 1978年、昭和53年に仙台市議会は地下鉄の建設を満場一致で可決し、この年に仙台市は地方鉄道事業の免許申請を行った。免許は1980年、昭和55年5月30日に交付され、1981年、昭和56年に狂気で各電車線方式の南北線の建設工事が始まった。 地上区間や山岳トンネル区間の多い区間の工事は日本鉄道建設公団、現在の鉄道建設、運輸施設整備支援機構に委託された。これは一時的な地下鉄建設のために仙台市が人員補充をさらいする技術的な問題から工事が遅れた。また工事業者の談合疑惑が持ち上がった。この問題は、 団合に関わったと見られた一部の業者が入札から外されたことでうやむやに終わったが工事に遅れを発生させた。当初の計画では南北線は1985年昭和60年に開業予定だったがこの年には正式な駅名の決定と一部の車両の落成及び試運転が行われた。そして1987年昭和62年7月15日 南北線、富沢駅八乙女駅間の全線 13.6km が開通した。開通時には、線形、電車19編成が用意され、平日160往復、その他の日に142往復の列車が運転された。総工費は約2300億円だった。八乙女駅では、バスとの乗り継ぎ施設が併設され、その他の駅でも、バスとの乗り継ぎ運賃が設定された。 開通時には、黒松駅と八乙女駅が泉市内だったが、1988年、昭和63年3月1日に泉市が仙台市に編入合併されたため全線が仙台市内となった。路線の機械の延伸はこの年に認可された。翌年に工事が始まり、1992年、平成4年7月15日には97億円をかけて、 八乙女駅から泉中央駅へ一駅延伸し、総延長が1 4 8トルとなった。過去の計画における七北田線では、かつて七北田塾のあった、市名坂本大鉄道黒川郡の鉄軌道構想を参照。こうして開業した仙台市の地下鉄だったが、経営的には苦しい状況に置かれた。工費が当初の見込みより150億円超過していた。 また、1日あたりの平均利用者数は23万人という予測が立てられてたが、実際の1日あたりの平均利用者数は約11万人だった。運賃が割高であり、日本で一番高い地下鉄とも言われた。バスとの乗り継ぎ割引は経営の悪化を懸念した運輸省の指導で低く抑えら、見込み通りの利用には至らなかった。こうしたことから、 仙台市は終始計画の見直お987年、昭和62年には西公園とモニワ台を結ぶモノレール南西線が内定し公表された。これとともに、戦績線を西公園まで伸ばして南西線と接続させる案が有力視された。また、南西線を愛子まで延伸させる構想も生まれたが、結局、これらの計画は1991年。 平成3年に断念された。その後、仙台市は地下鉄東西線を計画し、建設を決めた。2015年、平成27年12年ル系の小さいミニ地下鉄方式で建設された。東西線の仙台駅より、西側の区間は、過去の計画の川内線及び、もう庭線を踏襲した、モノレール南西線や仙石線との直通案などの構想で 費用対効果が高い区間に短縮された。開業から2007年度までの単年度純損益は赤字が続いていたが2008年度から黒字に転換。2011年度は東日本大震災の影響によって特別損失を計上したが24億7827万円の黒字を確保。2015年度は18億4472万円の黒字。 累積損益は877億2353万円の営業した東西線の影響が通期で初めて現れる2016年度は、同線の営業収益に比べて、原価消却費が膨張したことから、地下鉄全体で29億5232万円の赤字に転落。累積損益は906億7586万円の赤字へと悪化した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。